ニュースピックアップ。今朝のこの時間は週刊新潮編集部塩見博史デスクに今日発売の週刊新潮の記事から話を聞きます。塩見さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい。さて、今週号の週刊新潮ですが、トップ記事は愛子さまのやんごとなきお婿さんリストという記事です。こちらの記事はですね、気になる方はぜひ今週号の週刊新潮をお読みいただくといたしまして、今朝は今週号のこちらの話題からお聞きします。大谷ジャパン鮮烈なる残光という記事です。残光、光が残るっていう、こういうことですね、はい。アメリカとの決勝戦を制して3大会ぶり3度目の WBC 世界一に輝いた侍ジャパン日本代表大谷翔平選手が大会の MVP に輝きまして、記事のタイトルが大谷ジャパン、こういうふうになるのも納得ではあるんですけれども、それにしても塩見さん、侍ジャパンすごかったですね。本当ですね。大谷選手は筆頭に現役バリバリのメジャーリーガーを揃えた日本代表の快進撃や鮮烈な残光を放ってますが、はい、今週号ではですね、スターたちのベンチ裏を振り返るとともにですね、経済効果なども試算してみました。お、経済効果ですね、はい。これ実際今回の WBC の経済効果ってどのくらいになるんですか？関西大学の宮本勝弘名誉教授によりますと、国内で の経済効果は約596億円だそうです。はい。ですが観客動員数などは当初 の予想を超えていますので、最終的には600億円から650億円ぐらいになるのではないかということだそうです。はい。昨シーズンですね、村上選手の活躍に沸いたヤクルトスワローズの経済効果はですね、はい、1シーズンで約451億円でしたが、はい、WBC は1ヶ月でそれを上回る。1ヶ月でもう上回っちゃってるってことなんですね。はい。先月ですね、上野動物園 のシャンシャンがですね、はい、中国に帰っちゃいましたけれども、シャンシャンの経済効果というのはおよそ5年半で600億円ぐらいだと。それも WBC は1ヶ月でこれ並んでしまうということになりますよね。はい。前回の WBC の経済効果は300億円にも満たなかったそうですから、やはり今回との違いはこれ大谷選手の出場が大きかったということみたいですよ。そうなんですね。今大会で MVP ともなりました大谷翔平選手ですけれども、でもやはりこの WBC に出るために相当無理なスケジュールとなっていたようですよね。そうですね。そもそも大谷選手といえば二刀流ですから、はい、それだけでもこれ重労働なわけですよね。はい。今回ではキャンプ地のアメリカのですね、南西部からわざわざ来日しまして、はい、1次ラウンドとですね、準々決勝を戦った後ですね、また今度は準決勝、決勝が行われるアメリカ南東部へと戻ってますよね。はい。日本とマイアミとの時差は13時間だそうですから、時差ボケもこれかなりあったはずですよね。はい。見ているこちらが心配になるほどの、ハードスケジュールだったわけで、大谷選手はそんな中ですね、睡眠についてものすごく気を使っていたそうです。睡眠ですか？はい。大谷選手は移動中 の仮眠も含めまして、1日8時間半から9時間は寝ていたそうです。寝ますね。量だけでなく、睡眠の質を測定するバンドもなんかつけてるそうで、はい、その寝る力の一端を知るのが寝具メーカーの西川だそうですね。はい。西川は日ハム時代から大谷選手に寝具のサポートを続けておりまして、寝る際のコンディションを最適にできるようですね、オーダーメイドの枕とかですね、マットレスなどを大谷選手に提供してるんです。で、2年に一度ですね、これ体型や筋肉量を測定しまして、体にピッタッとこうフィットするですね、はい、寝具をこう提供してるんだそうです。そうなんですね。はい。しかしワイドショーでも侍ジャパンの活躍取り沙汰されました。メディアではですね、侍ジャパンの31人目の代表としてエンゼルスで大谷翔平選手の専属通訳を務める水原一平氏がですね、注目されました。で、記事では水原さんについてもこれ触れているということなんです。そもそも塩見さん、なんで大谷選手の通訳が WBC に同行してるんですかね？
まあ、あの大谷選手に同行するだけでなく、あの代表 の、 あの通訳も務めておりまして、あの日本語はほとんど喋れないあのヌートバー選手 の、 あの世話をしたりですね、まあ、監督が外国人審判にあの抗議をする際にこれ間に入ったりしてたようですよね、まあ、それだけでなく、あの大会前はヌートバー選手をこれ日本代表にあの勧誘するなどですね、スカウトの、まあ、役割も、まあ、あの果たしておりまして、代表選手たちとの食事会に同行してですね、まあ、あるいはこれイタリア代表として来日したエンゼルスの選手にお店を紹介したりするなどですね、なんかマネージャーばりのこれ行動力を発揮してたというです、ね、そうなあのテレビにもよく映ってましたもんね。そうですね、監督のそばにいたりだとかね、そういう理由だったんですね、でもこの代表選手が寄せる水原さんへの信頼感というのはってことはこれ絶大ってことですかね。あのヌートバー選手が水原さんを、みんなのお母さんと呼ぶほどですね。お母さん、はい、あのさらにはあの監督やコーチ選手にメジャーの選手の特徴なども聞かれたりしてましたから、まあ、これデータマンのようなこれ役割も果たしてたっていうんですよね、はい、まあ、それゆえあの31人目の選手とかですね、影の MVP という声もあったそうです。そうなんですね、ところで侍ジャパンの優勝に貢献して今でもすっかり愛されキャラとなったのがヌートバー選手です、はい、趣味さん、彼はどういう人柄なんでしょうか。あの、まあ、ヌートバー選手はあの大会前はあの日本ではほぼ、まあ、無名でしたけれども、まあ、走攻守揃ったプレーとですね、ペッパーミルのパフォーマンスですよね、これで、まああのまあ、人気が出たわけですね。そんなあの彼はあの今の活躍を予見してたかのようにですね、メジャーデビュー時にですね、自らの名をもとに複数の商標登録をしていたという、あのアメリカの特許商標庁の検索システムを開きますと、はい、ヌートバー選手の父親が代表を務める会社の所有として、ヌートバーという名前にちなんだ言葉3つが登録されているんです、エナジーバーや栄養バーなどとしてのこう登録で、まあ、将来の販売を見据えているようです。そうなんですか、はい、記事の中ではですね、ダルビッシュ投手が、まあ、今回侍ジャパンに合流したわけですとか、経済効果600億円と試算されるこの WBC の収益、この不透明さにも触れています。気になる方ぜひ今日発売の週刊新潮をお読みになってください。さあ、そして今ですね、日本の政界をざわつかせているこの問題についても今週号では大きく取り上げられています。題して、放送法文書で自爆、高市大臣の冷たい首筋とあります。趣味さん、そもそも今回のこの行政文書の問題なんですが、ことの発端何だったんでしたっけ。あの全ての発端は3月2日にですね、立憲民主党の小西洋之参議院議員が、まあ、公開した総務省の内部文書なんですね、はい、その中で当時あの総務大臣だった高市さんが登場する部分が4ページにあります、はい、安倍総理との電話の内容などが、まあ、記録されたそれらをですね、まあ、高市さんは捏造とこれ言い切りまして、はい、まあ、事実ならあの議員辞職も辞さない考えを示す、まあ、強気な態度を見せてまして、はい、まあ、野党はこれに猛反発しましてですね、はい、まあ、そこに質問しないで発言が出まして、まあ、野党は謝罪を要求していたわけです、まあ、あの20日の午前の発言後も、まあ、批判はこれ収まらなくてですね、はい、結局委員会が再開した午後になって、高市さんは質問しないで発言をですね、撤回することになったわけですよね、はい、でこの高市大臣をですね、擁護する声が政権サイドからあまり聞こえてこないというような話もあるんですが、実際のところはどうなんでしょう。あの政治ジャーナリストの青山和弘さんはですね、あの官邸全体の雰囲気も、まあ、放送法文書問題にはこれ冷ややかだというふうに指摘しています、はい、岸田総理の側近である木原官房副長官は、まあ、この問題について周囲にですね、興味ないと語っておりまして、秘書官も私たちとは関係ない問題と話しています。はい、まあ、岸田内閣の支持率はこの間あの回復してきてますので、まあ、岸田総理としても総務省内の問題ということでやり過ごしたいようですということですね。はい、まあ、そんな高市大臣ですが、地元選挙区の奈良県で何やら混乱を抱えているそうですね。まあ、高市さんが抱える難題は、まあ、他にもありましてですね、
地元の奈良県知事選、これ4月9日の投開票なんですけれども、はい、まあ、これ保守分裂選挙になっちゃってるわけですよね、はい、それに加えて、まあ、日本維新の会の候補者も立候補しておりまして、まあ、熾烈な選挙戦になるのはこれ間違いありません、はい、まあ、どちらの候補も党本部から公認を得ることができなくてですね、結局県連会長である高市さんの根回し不足が露呈したというふうに言われてます。自民党の選対委員長も彼女が責任を取ればいいとなんか突き放してる感じなんですよね。そうですか。ってことは今四面楚歌という状態なんですかね。まあ、放送法文書にこれ地元の混乱ですね、まあ、2つの不祥事をまあ抱えた、これ問題を抱えた高市さんに辞任要求を突きつける身内もいるそうですね。まあ、一人は外務大臣の林芳正さんだそうです。まあ、林さんは昨年2月ですね、ウクライナ情勢が緊迫する中でロシアの閣僚と会合を行いました、はい、当時政調会長だった高市さんはそのことをロシアを逸することになると批判してまして、まあ、その因縁もあるのか林さんは総務省問題が起きた後にですね、まあ、岸田総理に辞めさせた方がいいんではないかと進言したと。あ、進言したと、はいはい、もう一人は党幹部の茂木俊光幹事長です、はい、まあ、周囲に辞めてもらっていいと語るほど、まあ、呆れ返ってると思いますね。まあ、しかし岸田総理がこの高市大臣どうするのかも気になるんですが、高市大臣更迭も塩見さんあり得るってことですか。今のところ岸田さんにそのつもりはないというふうに官邸関係者は言ってます、はい、しかし高市さんをめぐっては、まあ、岸田総理にとってはこの問題がこれ曖昧に進んでですね、まあ、うやむやになってしまうのが一番。まあ、ただ高市さんは捏造という強い言い方をしてますので、今後文書の内容をめぐる野党の反発次第では、まあ、更迭するかもしれないということでしたね。はい、今朝紹介していただいた記事、気になる方はぜひ今日発売の週刊新潮をお読みになってください。週刊新潮塩見博史デスクでした。塩見さん、ありがとうございました。ありがとうございました。